も重要なことです。実際多くの親は子供たちに水辺で起こりうる危険を避ける方法を教え、また学校でも授業が行われています。しかし世の中には予測できない状況が起こることもあります。現代に住む私たちにとって野生動物との遭遇は滅多にありません。動物はどこか遠い外国や動物園またはサファリパークにいるものと考えている人も多いことでしょう。2016年8月アメリカ・タホ湖のビーチでこの事件が起きた時、人々は慌てふためき一目散に逃げ出しました。想像してみてください。眩しい太陽の光を全身に浴びながら、あなたはビーチで休んでいます。水辺では子供たちが温かい水をパシャパシャと掛け合ってはしゃいでいます。するとどこからか熊の親子が現れたのです。熊はふわふわで可愛らしいと思われるかもしれませんが、現実には体の大きな力の強い捕食動物です。また特に子連れの母親は何かの弾みで子供に危険が及ぶ可能性を感じると、どんな行動に出るか分かりません。近年では世界中で住宅用または商業施設用の土地開発が進み、野生動物の生息地近くにまで建物、住宅、商業施設が建設されるようになっています。野生動物たちが人間の活動範囲に姿を現すようになったのは、このようなことも一因となっています。タホ湖周辺には数百頭のツキノワグマが生息していて、この母親グマと子供たちが暑い日に涼を求めて湖に来たのはごく当然のことです。熊の親子は湖に入り水浴びをして、その後人々の間を通って家路につきました。ビーチに集まっていた人々はパニックになり逃げ惑いました。見たところ、この熊の親子は人々の存在をあまり気にしていないようでした。次もなかなか興味深い出来事です。ずんぐりと筋肉質な体と鋭い牙を持つイノシシは見分けやすい野生動物です。しかもそれがビーチであればなおさらです。ベルリンのトイフェルゼ湖で泥棒イノシシが観光客の荷物を盗みました。この事件を目撃したのはドイツの女優アデーレ・ランダウアーさんで、 Facebook 上で事件について書きました。彼女によるとイノシシはノートパソコンの入ったカバンを口にくわえて走り、それに気づいた持ち主の男性はイノシシを追いかけました。ランダウアーさんは追跡劇の様子を見事に撮影し、その写真を男性に見せたところ、彼は爆笑し、そして写真をインターネットに公開することを快諾したそうです。意外にもベルリンでイノシシは珍しい動物ではないようです。ベルリン中心部の最も賑やかな地区でもイノシシがのんびりと歩いていることもあります。ドイツの首都ベルリンには現在約3000頭のイノシシがいて、市中の公園には3つの別々の個体群が生息しています。環境保護団体ナブーにはイノシシの絡む交通事故、電車の停電、また犬や人の被害などについての報告が頻繁に寄せられています。狩猟の制限と天敵の不在によりイノシシはベルリンで増加の傾向を見せています。コヨーテの遠吠えに驚くニューヨーカーはもはやいません。北アメリカのあちこちでコヨーテは都市生活にすっかりと慣れ、生息地を拡大しています。2015年、ニューヨークのクイーンズ区の建物屋上にいるコヨーテの写真が世界中に広がりました。実際コヨーテは使われなくなった建物や駐車場をよく住みどころにします。あるコヨーテはセントラルパークにまで姿を現していました。地元の人々はこのコヨーテをギャルと呼んでいます。コヨーテはウサギやネズミなどの小動物を餌としますが、残飯もよく食べます。インド・ムンバイ近郊のサンジャイガンジ国立公園には40から50頭のヒョウが生息しています。ヒョウが都市部に出没するようになった原因は自然生息地の消失です。野生のヒョウは私たち人間にとって大きな危険をもたらす動物です。市内の一部の地域の住民は家を出るのを恐れており、登校する子どもたちも
必ず6人以上のグループを作るようにしています。しかし最近の研究によると、ヒョウは非常に危険なウイルスの主なキャリアとされる犬科動物の狩りをするので、私たちを狂犬病から守ってくれているということもできます。ところで、私たちの地球上には野生動物に出会える素晴らしい観光地もあります。ビーチでの休暇と自然環境で暮らす野生動物の観察を一気に楽しめる、そのような場所には世界中から観光客が訪れます。イギリスの新聞デイリーテレグラフは、世界のビーチに関する面白い評価を掲載しました。そこには様々な動物の個体群が生息する水辺の地域が紹介されていました。フランス南部地中海に面するルグローデュロワには、ユニークなビーチエリアがあります。野生の馬の群れがここを訪れ、水辺で泳いだり単に水浴びをしたりするのです。もしかすると写真でこの雄大な光景をご覧になったことがあるかもしれません。バハマのビッグメジャー系統では、ビーチでリラックスしながら愛嬌満点の豚たちと仲良くなることができます。驚くべきことに、豚たちはヨットを見ると何か美味しいものがもらえると期待して、嬉しそうに水に飛び込んで迎えに来てくれることです。セーシェルにも実にユニークなビーチがあります。ここにはとても珍しいウミガメタイマイが生息しています。ここは地球上で唯一タイマイが安定して生息する場所となっています。小さな無人島奥の島には多数のウサギが住んでいます。天敵のいない小さな島を占領せんばかりの勢いです。そして嬉しいことに、ここのウサギたちは人間を全く恐れません。一説によると、この島にはかつて化学兵器工場があり、毒ガスの効果を試すためにウサギが連れ込まれたと言われています。化学兵器工場跡の建物は今でも残っています。タイには野生の猿に出会えるビーチがあります。猿たちは全く無害なこともあれば、とても攻撃的な態度を取ることもあります。ですから十分に注意をし、食べ物は決して見せない方が賢明です。皆さんもご存知でしょう。広島県の宮島では野生の鹿を間近で見ることができます。神道では鹿は神々からの使者と考えられています。そのため昔から人々はこの鹿たちを大切にし保護してきました。一方、鹿たちは人々の信仰心の恩恵を受け、餌も人間頼みにしてきました。チリのバイア・イヌティルでは野生のペンギンを見ることができます。ここではペンギンたちは仲間たちと自由な暮らしをしていて、観光客の目などほとんど気にしていない様子です。オーストラリア西部の海岸沿いにある絵画のように美しい国立公園では、カンガルーと出会えるチャンスがあります。好奇心旺盛なカンガルーたちはビーチで休む観光客を間近で眺めてくることすらあります。さて皆さん、今回はここまでです。いかがでしたか？このビデオが気に入ったらいいねを押してください。またぜひご感想をコメントにお書きください。またお会いしましょう。